ダグラス・ミラーは、アメリカ合衆国、ケンタッキー州、ルイビル出身の元プロ野球選手。左投げ右打ち。1991年の MLB ドラフトで、デトロイト・タイガースから一巡目追放で指名され、プロ入り。1996年9月4日にメジャーデビュー。シーズン終了後の12月10日に、タイガースがミラーを含め後選手。 ヒューストンアストロズ側が4選手のトレードで移籍。1997年はメジャーで登板することなく、シーズンを終え、1998年は37試合、1999年は47試合メジャーで登板。2000年3月29日に、ヨーキスペレストのトレードで、フィラデルフィアフィリーズへ移籍。2000年5月19日に、 ウェーバーで、ロサンゼルス・ドジャースへ移籍。ドジャースでは2試合の登板で、防御率は23.14。シーズン終了後の2001年1月22日に、ボストン・レッドソックスと契約。同年、参加のトリプル A 級、ポータケット・レッドソックスで先発とリリーフ両方で起用された。2002年は、 シンシナティレッズ参加のトリプル A 級、ルイビルバッツで65試合に登板。メジャーに昇格することなく、9月4日にレッズを解雇された。2003年はトロントブルージェイズでリーグ最多の79試合に登板し、左投手としての球団新記録となった。シーズン終了後の2004年1月6日にタンパベーデビルレイズと契約。二千四年は六十試合。 2005年は61試合に登板。2006年1月9日にアストロズと契約。2007年は76試合に登板し、0勝0敗。スコットアルドレッドの勝敗がつかずにシーズンを終えた、登板数のメジャーシーズンを更新。2008年はタンパベイレイズで68試合に登板。8月3日のタイガース戦で勝ち投手となったため、 121試合連続で、勝敗つかずのメジャーリーグ記録が途切れた。シーズン終了後、セントルイスカージナルスと2年総額400万ドルで合意していたが、身体検査で肩に異常が見つかり、12月3日に50万ドル、出来高を含めて200万ドルの1年契約で合意した。2009年、70試合に登板し、自己最高の防御率2.06。 ホイップ0.96を記録。9月1日に契約を見直し、2009年と2010年の年俸が200万ドル。2011年は200万ドルの球団オプションの契約に合意した。2010年は8年連続55試合以上、登板を達成。2011年7月27日にカージナルス。 シカゴホワイトソックス、ブルージェイズ間での三角トレードで、ブルージェイズに移籍したが、8月21日に解雇される。8月30日にレッドソックスとマイナー契約を結び、9月13日にメジャーに昇格。2012年1月30日にシカゴカブスとマイナー契約を結んだが、3月26日に自由契約となった。ありがとうございます。